薄月米とは、栄刀あるいは穀を薄づいて、脱穀して、もみ穀を取り除き、玄米あるいは白米にしたもの、あるいはその作業のこと。かつては、主として女性によって、薄と縦峰で行われたもので、日本初期巻期、第十一によると、大和政権の下で、三宅の設置と同時に、薄月き米部が置かれている。栄糖一束より、 国意と、それを薄づいて薄づき米五章が得られた。両生で、中央監視の食料が多量に必要とされると、燃料薄づき米として、伝素の一部を薄づいたもの、実際は、小税の一部が定期的に刑に診療され、大医療や内臓量に収められた。天平期の小税帳では、すべてが水庫の離島である A 棟から支出されている。 演技式によると、伊勢国、尾ワ国以下、22カ国が燃料薄付き米更新国とされ、これらは、重火である米の運送のことを考慮して、機内を除く金国か、あるいは水運を利用できる海岸の国が指定されている。旧世紀になると、溶米の不足を補うべく、燃料総薄付き米として電素が薄付かれて軽に、浸上されることが規定されている。ありがとうございます。